こちらはラスベガス国際空港のバゲージクレームです。今日はですね、日本の女子プロで黄金世代と呼ばれている西畑萌香プロがですね、ワシントン DC から5時間弱の長旅でラスベガスに来てくれることになっています。ラスベガスはですね、天候がいいということで練習には最適ということで、今日から3日間、練習合宿をする予定です。ちなみに西畑萌香プロは日本で黄金世代と呼ばれているプロゴルファーの一人で、近年はアメリカに主戦場を移して全米各地を転々としております。たった今萌香プロ、ラスベガスに到着しました。今日から3日間の練習合宿、抱負を一つお願いします。そうですね、回ったことないコースですごい楽しみにしてたんですけど、アンダーで回れるように頑張ります。はい、頑張ってください。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。今日は萌香選手とラスベガス近郊のボーダーシティという、ネバダ州のゴルフ場に来てます。萌香選手の、エプソンツアーが、2、3週間空いてしまうので、今日から3日間ここで合宿をしながら撮影をしていきたいと思います。今回はですね、私の40年来のお友達でラスベガス大全という日本語でラスベガスの説明をしているすごく有名なサイトがあるんですけども、そこのミスターベガスが今日の撮影者で、お願いしてます。カメラマンです今日ミスターベガスよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はキャディをやります。ホールマッチ形式でやりたいなと思います。ここは合計27ホールありまして、9ホールごとに名前ついてるんですけど、今日は、クリオネコースプラスエルドラードコース、コースレーティング 71.7、 スロープレーティング 136 ということで、萌香選手はさっきからブチブチ言ってましたが、私がハンディキャップ14をもらうことになってます。ちなみに私のインデックスは 11.7 なので、皆さん、USGA のハンディキャップシステム、ジンっていう、ハンディキャップシステムがあるんですけども、そこに行って計算していただければ14になりますので、これはUSGA の公式ハンディキャップになってます。ということで、今日は萌香選手イーブン以内で回ったらラスベガス大全および、リンゴルフから100ドルずつ賞金およびホールマッチで勝ったら、リンゴルフから100ドル賞金出ますので、頑張ります。はい、じゃあこれから始めていきたいと思います。はい、この1番ホールコヨーテランの1番ホールは心持ち右ドッグレッグで、コース全体フェアウェイ全体が右に傾いているので、真ん中に見えるバンカーよりも左に打たないとほとんどの球は右側の池の近くまで落っこってきてしまいます。真ん中のバンカーは越えるの200ヤードです。はい、左側のバンカーは250ヤード以上打たないと、で右に打ちたい、左に残したいんだけど左に残すとセカンドショットの距離が多くなってしまいます。だけど右水だしいきなり難しいホールで、いきなり難しいです。ストロークあるね、ハンデキャップありホールだね。多分竹内さんタイガー打つとやっても勝てますよ。14勝てない。では1番ホールオナーは西畑萌香プロ、黄金世代を代表する、日本を代表する女子プロです。萌香プロ文句を言っております。ハンデキャップで、じゃあお願いします。はい、狙い目はバンカーでいいかな。バンカー越え、バンカー越えでいい。うん、おフェードかかって、これは大丈夫、ね、ちょっと右に行き過ぎですけど、大丈夫です、まあ、大丈夫、いや最高のポジションですね。どまあのセカンドショットグリーンに近くて最高のショットです。次はリンゴルフオーナー竹内アマ、おこれもいいけど落ちてから右に行くと良くないけど、ちょっと右に行ったかもしれないけど、大丈夫ですね。ちょっと転がって右の枯れてる芝の方です。萌香1番ホールセカンドショットです。残り119で何番ですか。9番アイアンで行きます。ちょっと風が強いですね。風が左からやや上りです。
左からフェードがかかって、もちろんナイスオンですけど左奥かもしれないですね。左奥、残り、90ヤード、残り90ヤード、左から右、結構強いですね。95ヤードぐらいのところかな。はい、上りです。結構強い風です。真左、あーこれはかなり左に、でかいじゃない、バンカー入っちゃった、グリーン左奥、こぼれたかどうかっていうところですね。約18メートル、竹内さんちょっとこぼれてました。グリーンエッジから1メートルほどこぼれてます。3打目です。うん、ナイスですね。残り1メートル、萌えかプロ2打目ギリギリ乗ってました。3打目12-13メートルの長いパットです。最初スライス、最後フックのパインです。オッケー、ちょっとオッケーじゃない、オッケー出ないそうです。これはオッケーじゃないですね、さすがに。竹内さんも萌香プロも4打目パーパット1メートルちょっとです。2人とも OK は出ません。お、ナイスパーです。しまいました。ここはワンストロークあります。いいやん、萌香プロもナイスパーです。2人ともナイスパーです。まだ文句言っております。萌香選手まだ文句言っております。 USGA に逆らっております。次は2番ホール、コヨーテランの2番ホールパー4 380ヤードです。心持ち左ドッグレッグでやや下ってる感じで、バンカーがフェアウェイにたくさんあります。はい、正面のバンカーまで260ヤード。はい、フォローだからね。うん、260入っちゃうんじゃない、大丈夫フォローだからね。いやでも入っても大丈夫です。ちょっとフェードが大きめにかかってるけど大丈夫でしょう。おお、ナイスショットですね。いや最高のポジションです。萌香プロ2番ホールティーショットはですね、そこのブッシュに、ブッシュに入ってしまいました。してここから3打で、冬芝で枯れてるので転がって右に入っちゃいました。残り何ヤードですか。155で6番アイアンです。はい、155、6番アイアンです。おお、綺麗なフェードです。ナイスオンです。バーディーチャンス、あでも結構奥まで転がってるので 7-8メートルぐらいでしょうか。2番ホールセカンドショット、竹内さんです。8番アイアン軽めでいくそうです。右からドロー、乗るには乗ったけど20メートルぐらいのロングパットになりそうです。あ、一番奥まで行きました。竹内さんは2番ホールセカンドショット乗ってはいるけども、17-18メートルぐらいあるでしょうかね。ふっくら2段グリーンでかなり難しいですね。バーディーパット。バーディーはありえないバーディーパットです。1メーター半ぐらい残してしまいました。パーパットを残しました。萌香プロはここに2オンです。3オンでした。あ、そうだ、ごめんなさい、アンプレアブルやってるんで3オンですね。3オン、5-6メーターのパーパットです。うん、思ったより切れました。OKが出て萌香プロボギーです。
竹内さん1メーター半ぐらいのパーパットです。お、パーです。20メーターを2パットで仕留めました。コヨーテランコース3番ホール、ですね、これは164ヤードですね、ブルーティーから。コヨーテランコースの3番ホールパー3、約150ヤードです。風はちょっと微妙にいろんな方向から吹いてますね。150、ちょっと追い風かな。7で、はい、心持ちフェードかかって、あれ、あ、ちょっと大きい、あ、ちょっとオーバーですね。風に乗ってしまった感じで、2、3ヤード奥のグリーンエッジからこぼれた感じです。それではじゃあちょっと打ち下ろしフォローなんで、私は8番。ちょっとダフリ気味、乗った、ドローかかって乗って、高いボールの割には奥まで止まらず、ギリギリこぼれたところです。モイカプロティーショット、グリーンの奥2メートルぐらいこぼれてるところからのバーディーのセカンドショットです。2段グリーンの今歩いてるところが2段グリーンの上なので、かなり難しい下りの寄せになります。おー、ナイスアプローチ。思ったより右に切れなかったですね。残り1メートルぐらいのパーパットを残しました。竹内さんの1打目はグリーンギリギリ乗ってました。バーディーパットは20メートル近くあります。2段グリーンです。お、いい感じ、お、いい感じ、ナイス。おー、OK は出ません。モイカプロも竹内さんもパーパット、1メートルのパーパット残しました。また取っちゃったパー、3連続パーです。また取っちゃったパー、竹内さん3連続パー。絶対判定嘘やん、詐欺やん。はい、ナイスパー。全然嬉しくないです。